さあ大輝さん、久々にこちらのコーナーです、はい、しゃべくり13。さあ今回のゲストなんですが、うん、大輝さん、カンペを見てください、はい、いやちょっとびっくりしましたねこれはねまさか来ていただけるとは、はい、J リーグのトップでございます。それではゲストに登場してもらいましょう。 J リーグ野々村チェアマンです。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ番組ポーズを一緒によろしいでしょうか。よ、せーの、ガチトリニータ ー, ー, ターありがとうございます。合ってる合ってる合っております。大分トリニータの印象いかがでしょう。2位クラブっていうふうに本当に思います、うん、なんかこう、まあ、地域でこういい時もあったけどちょっとしんどい時もあったじゃない、はい、それをみんなでなんかこうもう一回盛り上げてきて今があるみたいな感じがするので、地域クラブのちょっとこう見本というか、いいですかそこまで行って。やっぱり今60もあるから、はい、もっと苦労し始めてるところが多いじゃないですか。そうですね、だからそっからするとよしじゃあ俺たちもって思えると思う、うん、だって今クラウドファンディングも去年1億以上集まりましたからね、うん、なかなかないチームだと思うんですよ、うん、で三位一体で、まあうん、県民もそうですし行政もそうですし、さすが行政そういうのあんまりいらないんですよ。さすが行政、そういうのはいらないんです。 NG なしでよろしいですか。はい、もう大丈夫ですよ。本音で本音トークでお願いしたいと思います、はい、さあここからは野々村チェアマンと一緒に今後の J リーグについてテーマに沿ってトークをしていきたいと思います。最初のテーマはこちらです。チェアマンとして一番やりたいことは。最初から、はい、やりたいことですか、はい、昔から思ってるんですけど、やっぱりこういい空気だとそのいい方向に進むなっていうか、もうこう向いていきたい方向の空気感があるかどうかって結構重要だと思ってるんで、こう漠然としてますけど、伸びたい方向のいい空気感をこうサッカー界に作れるかどうかみたいなことを一番やりたいかな。だそれはでもほらみんながそういう気持ちになるためにどういうふうにすればいいかとか、例えばちょっとした施策もその背景にはそういういい空気が作れるような施策だったりすると、そういうのをいっぱいやっていきたいなっていうふうには思いますけどね。クラブが前向きにこういい競争になるようなルール作りとかって結構できそうじゃないですか、うんうんうん、まあ、そうなるとやっぱり野々村チェアマンのリーダーシップっていうのがまたね要求されますから、うんうん、まあ、もう見てもう人柄がすごく出てますもんね。ちょっと今疲れてる。急になんか昨日疲れてるのかもしれないですね。いや今ぼーっとしてましたよ。じゃあ大丈夫ですか。さあじゃあ続いてのテーマです。今の J リーグの課題は。具体的にじゃないんだけど、 J リーグ30年経つじゃないですか、はい、で何もなかったところから始めたんで、うん、やっぱね安定してどうこうリーグを続けるかっていうことに注力してきたと思うんですよ、最初からここまでは、うん、だからこう手厚いサポートみたいなことも含めて、まあ、安定するための30年だったと思うんです。でじゃあ30年の間に世界との比較どうなったかっていうと、イングランドプレミアリーグをはじめヨーロッパがすごくこうビジネス的にも伸びて、うん、J リーグも伸びてるんだけど差がちょっとついちゃったかなって。で、うん、30年だって安定したんで、こっからは本来のサッカーのマーケットの中でみんなでしっかり競争しようよっていう時代に入っていかないといけないと思っていて、ただもう30年間この安心安全安定みたいなところで来てるマインドをどう変えるかっていうのが一番の課題というか、それをどうやったら実現できるかなっていうところですかね。さあ続いてはサポーターの皆さんに J リーグに期待することはというインタビューを撮影しております、はい、サポーターの生の声をチェアマンにも聞いていただけたらなと思います、はいはい、まずはこちらをご覧ください。 J1 は VAR とかあると思うんですけど、そこを J2 とか J3 にも広がっていったらいいなと思います。 J2、J3 にもやっぱり VAR は必要かなと思っています。やっぱり前回の町田対秋田の試合みたいにもう明らかにゴールライン割ってるのにノーゴールだったり、まあ、人間の目だけじゃちょっと厳しいところもあるので、やっぱり J2、J3 の選手 もう生活かかってますし人生かかってるので、やっぱりそこは VR 必要かなと思いますね。はい、
なるほど、うん、J1 だけではなく J2、J3 にも VAR を導入してほしいよく言われることですよね、はい、いや できるんだったらそれはやった方がいいじゃないかと僕も個人的には思いますよ、うん、でいつもはこの話になると一応伝えるのが VR を例えば J2 に導入するのに10億ぐらいはかかるんですよ10億円ね、はい、それで導入できるかどうかっていうところで言うと例えばスタジアムの形状とかも含めて正確な VR を入れようとすると難しいスタジアムが特に J2 とか J3 には多いんですよね、でまあ、じゃあそれはとりあえずじゃあいいとしてじゃあ10億円どうしますかってなると例えば自分たちが普通にもらえる配分金をみんなでこう出し合って受益者負担で10億出しますかどうしますかっていう話にも なりかねないでじゃあ J リーグはもちろん出すとしても他のものの予算がだいぶ減るとかっていう問題もあったりしますっていうのが1点とあとはじゃあそれは解決しましたっていう時に、うん、今度 VR を導入した時にそれを審判がやれる審判が日本にどのぐらいいるかっていうとまだ全然足りてないんですよ審判の問題ねあれだってそのカメラの中、うんまあ、の車の中にも 2,3 人いなきゃいけないでしょ、うん、っていう問題が一つとあとはオペレーターって言って今のその何かあったシーンをやっぱ機械いじくる人それも専門的な人が必要になってそれはでも世界的に少ないっていうことをもろもろ考えると結構難しいよねっていう話になるんですよねだからいくつもあってお金の問題スタジアムの形状の問題人の問題とかいろいろあるんですよねこれを野々村チェアマンが言ったらもう皆さん納得しますよねそういう課題があるっていうことはね多分知らないんじゃないですかでは多分ね結構伝えてるけど届いてないっていう状態だとは思いますけどであとできるとしたらって言ってもなんだろうなだこの間のそのさっき VTR にあった人が言ってたようなゴールライン割ったか割らないかだけを見るなら、うん、もう一人あの辺に置くみたいなこともあってもいいのかもしれないけど、まあ、そこもやっぱ人の人数の問題とかもあったりするよねでゴールラインテクノロジーの機械入れたらまたお金すごいかかるしお金ですね続いてのサポーターの声お聞きいただきます引き分けの時に勝ち点が 1-1 というなるのをもう1点を奪い合う PK 戦を5人限定でやるというふうにすると PK の練習になって日本代表の PK 戦の点も勝ち点も取れていずれそこにつながるというじゃないかなと思うんですけどもで5人限定ですれば時間もそう長くならないし見てる方もよしあと1点取り行こう選手もあと1点取り行こうってなっていいなと思います、はい、リーグ戦で引き分けの場合 PK 戦を行って勝ち点1を奪い合うルールに変更したらどうだろうかとワールドカップの後よく言われましたよねねえそうですよねでもまあ、エンターテインメントとしては全然ありだと思いますよねただフットボールってこう世界の中で行われているそのリーグ戦 この重要性というか、まあ、一つあるとしたらカップ戦でもっとこう PK になるようなというかカップ戦をもうちょっと充実させる方がいいのかなとは思いますよねこれは結構難しいかな難しいでも引き分けの価値ってやっぱり多くの人に伝わってないと思うんですよサッカーにおける勝ち点1の価値っていうことうですね、うん、確かに本当に 0-0 っていう引き分けを狙ってくるチームもありますからね実力差があるとそう余計ねその1点の重みっていうのもあるんでこれはまあ今後、うんでも気持ちはよくわかります。わかります、はい。さあそれでは最後のテーマトークに参りましょう。J リーグは30周年です。今後目指すビジョン。どうしますか。私に聞かないでください。ビジョンは。ビジョンですか。お願いします。まあゴールは多分ないですよね。はい、サッカーの世界にゴールはないけれども、今までちょっとこう。ヨーロッパヨーロッパって
意識 しすぎたようなところがあるかなと思っていて、まあ、向こうの方が文化的にも進んでるし、まあ、ビジネス的にもちょっと進んでるし、サッカーのレベルも当然お金があればレベル高い選手が増えていくんで、まあ、そっちの方が上なんですけど、そこを強調して意識してますっていうよりは、 J リーグがより J リーグらしく魅力的になることの方が重要かなと思っていて、で、まあ、サッカーっていうビジネスの中でアジアにおける J リーグの価値が今のもう数倍もし上がっていけるとするなら、20年後とか30年後に、まあ、ヨーロッパは今のような感じで全部が盛り上がってるとも思えないんですよね。きっとサッカー変化するので、でアメリカはアメリカで別の形で今サッカーのリーグが盛り上がりつつあるので、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアで日本がすごく魅力的なリーグを作っていて、まあ、アジアの人をはじめ多くの人が日本にも行きたいし、そのついでにサッカー見たいとか、サッカーのついでに日本に行きたいとかっていうようなものを、サッカーのシーンだけじゃない日本っていうところとこ うまく成長が一緒になるような感じになるのがいいのかなと思ってはいます。だからもう J リーグはもう J リーグらしく行こうよっていうことかな。分かりやすい30年後なんかどうなってるか分かんないんだからチャーマン個人としての今後の目標だったり将来の夢だったりとか、静かに暮らしたいですねこれは相当ストレス抱えてますよ。どうしますか。お疲れですね。お疲れてますねこれはねえ、うん、いやいや最後の言葉が一番重かったですよ大丈夫ですか。大丈夫です。いや昔オールスターとかあったじゃないですか、はい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 、なんであれやらないんですか。あれはね、はい、スケジュールのやっぱ問題が結構あって、はい、今年に関してはちょうどワールドカップも終わったばっかりとか、他の大会のあれもあって夏に余裕があるから、そこではいろんな試合が見られるようにはしたいとは思うんですけど、もういろんなやり方あるなと思ってるんですよね。例えばさ、今もう J3 まであるわけで、でもあと九州選抜みたいなのとね、各地域のとかがやるでもいいし、トルセンみたいですねサッカーっぽいじゃない、うん、まあ、それも面白いですね。でそこは別に J3 のクラブであろうと関係なく、ファン投票でとかね、でやるっていう、各チーム1人みたいな、1人以上みたいなことにしてもいいしとか、まあ、でも時間があればそのぐらいのことはできるし、やりたいんだけど、できると思います。そのいいところちょっと見つけて本当にやってください。はい、もう怒られながらやりますそれではおしまいにぜひ大分の皆さんにメッセージをいただいていいでしょうか。はい、ありがとうございます。いつも本当サポートいただいてありがとうございます。まあ、これはもうお世辞でも何でもなく、大分っていうクラブ本当にいいクラブだなというふうに思ってます。難しい時期から皆さんの力でこうもう一回登ってきたみたいなところを外から見ていて、まあ、いい空気だなと思って見てました。でこれからももっと大きなクラブになる可能性ってすごくたくさんあると思いますので、仲間増やして一緒にまた頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ぜひまた大分に、そしてガシトリニータの番組にもぜひまた、うん、来てくれないかも。いや行きますよ。怪しかったな、怪しかったな今のは。行きますよ。もう満足してる。大丈夫大丈夫、お待ちしておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。今回のしゃべくり30ゲストは野々村チェアマンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。